さあ、で、5月に入ると、急にまた様相が変わります。この月は、一つ大きな転換点になってます。ゴールデンウィークだからなのかわかりませんけど、再生が2万再生いきます。久しぶりですよね。2万再生いったのが、どこ以来？あ、じゃない、ここでマックス？この時1万9000か。だから2万再生はここしか行ってないのかな？ってことですね。2万再生いきました。ということで。大台に乗りましたよ、2万再生ってことでね、388時間と、時間は実はこの時ほど入ってないんですけど、再生とか入ってる。何があったかというと、エスカレーターの動画がここで、爆伸びします。急に1万4000再生入りました。かなりえげつない量入りましたね。なんじゃこりゃという感じだったんですけど、見ていきましょうか。詳細を見てみると、こんな感じってことで、2万再生ドーンと入ってます。まあ、それまでコンサートずっと入ってたのが、ここでね、なんか、山にね、ドーンとその絵とか入ったんですよね。この、イレーショナルエスカレーターインジャパンが14,277再生もドーンと入りましたよ、ということでございます。で、まあ、他のやつはそこまで変わってないですよね。130とかなんで、この台で。100再生とかで、いうことで、まあ、ここら辺も80再生とかなんで、そんなに変わってないかな、というところなんですけど、うん。新しい動画もそんな入ってきてないもんね。まあ、このターミナルの PV が100再生ぐらい入ってますけど、まあ、それぐらいで、相変わらず古い動画を引っ張ってくれると、特にこの動画がドーンといったとよということで、これでね、一つにな、まあ、下の家とか見てたらあれですけど、ここを、このままグイッと伸びてくるのかと思ったら、ここで止まるんですけど、こんな感じでね、おーっと、全然再生、まあまあ、ちょっと100再生、まあ、このね、うちのジャネスでは入ってるなぁと思っとったら、ある日ね、急になんかブーストがかかりました。あれ、1000再生とかか、あれ、1000再生いったーと思ったらね、あれっていうか、いや、2、3、4、5、あ、いや、1万再生いくんじゃねえ、あ、いったね、いったね、あれ、なんかそのままずーっと入るなぁ、入るなぁと思ってたら、この辺りからね、急に、バコーンと、ここのところにですね、あれ、4万再生いったなと思ったら、ここからバコーンと急に5万7000再生とかまでいってね、あれって感じですけど、今も実は細かく再生が入っておってってことなんですけど、まあ、この勢いのままいくんかなと思ったら、そうではなくてって感じですね。まあ、ただ、結局、チャンネル登録者が57人とか、380人のうちの57人がこれで増えてるんでね、非常に大きいんですけど、これね、特徴としてはね、まあ、こんな感じでワーッと出てますけど、そう。上位の地域が海外にばらけてるんですよね。これ、まあ、タイトル英語にしてあるとかっていうのもあるのかなとは思うんですけど、インドネシアやアメリカからのとか、まあ、他の国からもね、アクセスが多くて、上位の地域で日本の人が、だいたいね、フルダウンの動画だったら当然 80% 以上が日本になるんですけど、90から95ぐらいかな、普通の動画だと。他のやつちょっと見てみる。多分この動画とかだったら、多分ね、これだと出ないかな。上位のデータが不足してるっていうのでね、地域データがちょっと出てこないですけど、まあ、ほぼほぼ、日本なんですよ。見れるやつで見るとね、っていう感じなんですけど、こんな感じで、未登録のところになんかアプロっていうかワードかかったんですよね。っていうのがあって、うん。英語の字幕が入れてあったりしたのも結構大きかったのかもしれない。25% って言っても4分の1ってことは、1万とかはそれの需要で拾ってますからね。っていうようなのがあって、一つここでがバーンと来て、おー、なんや、うちのチャンネル向けるんやないかと、一瞬思ったところでしたね。まあ、当然、この後、こんな飲み方をそのまま続けるわけもなくって感じだったんですけど。で、他の動画は、まあ、普段と変わらんかなって感じですよね。っていうのは見ます。上げてる動画としては、ゴールデンウィークで1日2本投稿やっとった生瀬投稿の大江駅から、神宮前とか行って、やとみ駅、ああ、そっか、やとみだけね、別で行きましたもんね、っていうのがあって。で、帰り道のドライブ動画とか上げながら、雪風、なんだったっけ、これ、バカバカしい企画ですよね。なんだったっけ、タイトルが思い出せん。雪風と一等と勝本を食べて、とと買ったら一等当たるに決まってる説っていうね。ちょうどね、雪風っていう、ラーメンと、一等っていう、ラーメン屋さんのやつと、勝本さんっていうところの、ラーメンがちょうど発売になってたんですよね、この時期。っていうことで、まあ、雪風っていうと、強運館としてね、有名な、駆逐館でね、あるんですよね。
高音感と呼ばれて、まあ、あの、観光でやってたんでね、このあたりは、知ってるわけでございますけど、運レベルが最強のね、雪風と、ね、で、一等で、ね、勝つですから。もうこれ、食べたらもうね、運もね、勝負運もね、一等運もすべてつくから、もうこれで一等と一等当たるわ、って。いう、企画でやったんですけど、まあ大惨敗でしたけどね、再生数も13再生。低い !13! あの、これに関しては、もうここ、最初の1週間が、本当にビタの一本の再生も入ってないですからね。そりゃそうだ。これはね、さすがにね、もう企画考えた段階でバカだな、これは。これが伸びたら逆に悲しいよと思ってたんでいいんですけど、うん。で、ね、っていう感じのやつ。しかも一本の動画にするんじゃなくて、これ一回ずつ食べることに動画にしちゃうっていうね、この怖さですよね。で、これなんだ?これなんだ、閉ざされたドア、ん?ドアの向こうに、なんだこれ。あああれか、閉ざされたドアの向こうに新しい何かが待ってるお部屋か。あの、明日、引っ越しメンバーの部屋片付けた。うん。そう。明日、引っ越しです。で、明日手伝いって、に来てね。明日引き渡しっていうのでね。やけど、ほんと一日引っ越しできるんやろな、あいつ。いつも毎回、あの、引っ越しをするたびに大変なことが起こるんで。と思って、前日に、ダダダダダって言って、ダダダダダって言って、ピンポンピンポンピンポンって、ピンポン、実際何やってないの動画で出てますけどね。うん。駐車場に電話かけて、そういやさ、あの、部屋番号教えて、って言って、うん、うん。じゃあ、行くわ、今からっていうね、やつをやったりしましたね。うん。で、いざ、赤ちゃん抱きてみたら、この惨状というね。わかりますか?これ、明日引っ越す人の家ですっていうね、いうのがね、俺がキッシーさん初登場の動画で、これ実は撮影は2019年なんですよね。うん。で、いうのがあったりしましたね。まあ、当然、これは、結果発表の動画はもう一桁でもいい。これはもう一桁でもいい。重要!いい!それでいいこの、それでいい。で、お部屋のやつは、お部屋のやつは、企画発表のやつで37。まあ、これでいい。これでいい。うん、刺した動画じゃねえから大丈夫。うん。うん。っていうことやっとったらね、なぜか先日その、あの動画がボンと上がって、うん。あと何やってた?さあ、サブちゃんこのあたりから始めたのか。うん。これもちょっと、システム管理の仕方とかね。いろいろやってましたけどね。まあまあ、簡単な食レポ動画とかはもうサブチャンでね、やって、まあこれももう今回これにしてやってますけど、まあメインの動画はね、ちょっと、BGM とか入れて、カットインとかも入れてという感じでね、やって、まあ、テロップは入れれてないですけど、まあ、ちょっといろいろこっちの事情ですんでね、あれなんですけど、まあテロップは入ってないけど、まあそういったカットとか入れると、やっぱしね、それなりに編集時間かかっちゃうんで、まあ言うて、その、普通に、あの、10分の動画を作るのに、まあ1時間とか、平均、多分1時間で終わらせないと、動画のね、投稿ペースが確保できないよっていう、ような感じなんで、まあどうしても仕事をやりながらだとね、で、さらに合間見て、撮影をしてっていうふうになると、どうしてもね、編集時間には物理的に制限かかりますから、うん、そんな、あの、6時間も7時間もね、普通10分の動画作るんだったら、大体、慣れた人で10時間ぐらい時間を取るらしいですね、あの、テロップ入れるところだと。まあ、わかります。全然わかります。効果とか入れたりとか。で、それのエンコード編集とかにかかるって なってくると、うん、まあまあまあ、それは、1分あたり1時間。動画、完成品1分あたり1時間っていうのは全然わかる、ところなんですけど、うちだとそこまではね、時間かけれないっていう中で。で、平均でね、時間稼ぐには、ドックさんの隅かっこサブジャーみたいな感じになって、まあこれなんかもそうなんですけど、もうカットだけにしてしまえば、実はこれかなり、特にヘア撮りの、カットのやつは、実はかなり編集、だいぶ楽なんで、今これのやつも、実は今、これね、第28、9回、今日のやつが、ごめん、
今日のやつが第30回かになってると思う。あ、これじゃあ30回じゃない、31回か32回ぐらいに来てる、5月だからになってると思うんですけど、今第29回まで、収録してるんですよね。これ実は収録はね、当然、ビタの時間でやってますけど、まあほぼカットなしで、そのまま流してるじゃないですか。まあちょっと合間で、切らなあかんとこだけパパッと切ってって感じなんで、これだとね編集は5分もかからんす。うちの場合だとね、もう話してすぐ撮ってるんで、だいたいこれこれって言ったのねってだいたい分かってるんで、あとは音声の波形見て、変な音が入ってるところとかね、そういうところだけパンパンパンと切って、あとはパパ、うん、もうエンコードかけて、なんで、エンコ、多分、カットとかの編集全般が5分。で、そこから BGM も何もつけない。そのまま、回せるんで、エンコードっていう出力の方に回せるんで、そうすると、ポンと作って、で、5分、10分、エンコードをかけて、そんなに凝った編集してないと、今度エンコードも楽なんですよ。倍速モードとか、10倍速とかで撮ってるデータとかを10倍速とかにしてると、めちゃくちゃ実はデータの処理時間かかったりするんですけど、他にも複数のね、そのやつを一つの動画にするために合わせようとすると、やっぱそれなりに演算に時間がかかるんで、編集も楽なんで、で、それから、まあ、20分、30分で1本作れちゃうんで、それでね、時間を作って、何本も作ってね、それで時間を作って、メイン動画の編集しても毎日投稿ができるような感じのやつで調整するっていうような感じでやってますね。まあ結構ギリギリですけどね、っていうのがあったりします。まあ、さすがに毎日、あ、ここで一回切れてる。22日に一回、なんか、これ確かあれだね。22日投稿予定のやつをポンと上げちゃってんだよな、どっかで。そう、上げちゃったんで、空いてる感じだったと思います。まあ、基本毎日投稿でずーっと来てますね、っていう感じで、ずーっとやっておってって感じで、31日。で、そうだ、千里行こう。ね。岸さんとこれを撮っとったんで、あ、そうだ、先に岸さんと撮ったやつ、初めて撮ったやつ、そういや、2019年に撮ったやつ出してねえから、これ出してからでないとなというので、出しといて、で、ちょっとす、細かく撮ったやつ。これもまたね、そのうちやる、見つけたらやります。この商品、誰か買うね、選手権ね。見つけたら、これなんやねんっていう商品を見つけたら、買って動画のネタにしようと思います。これ、コンビニだけに限らずにしようかな。コンビニはね、さすがにない。やっぱね、売れない商品置いてない、コンビニは。っていうのがね、あったりしますよ、っていうところでございますね。っていうところかな、っていうところですね。で、ネギトロ丼食べて。でも、ネギトロ丼、そういう、あれ、なんか、刺されるようになってる気がするよね。ちょっと改善されたような気がする。うん。ですね。とかいうのがあったりしますね。で、そうだ、天理行こうっていうので、天理に行くっていうのが始まって、ね、ニコ動での撮影、放送が再開したのがこの辺りだったんですね。2022年の5月ってことで、もうすぐ1年経つのかっていう感じですね。で、まあ、キッシーさんとの動画がずっと続きますって感じだという感じですね。投稿してる動画として。まあ、天理以降はそんなに伸びてないよね。29とかですよね。うん。まあ、こんな問題やねっていう感じですね。まあ、この、でも上位の地域33ってなってるけど、これ、あれですね、未登録の方でと多分入らないとか、そういうようなうちだったと思います。うん。多分、地域情報なしが多いんだと思います。うん。っていう感じかなってところですね。で、5月はこんな感じでしたよ。で、2万再生になって、よし、こっからドンと行くんかなと思っとったら、ガクってなるのが6月です。ということでございますね。では、6月のやつを見ていきましょう。